田村茂る、田村茂る、田村茂げる、1906年、明治39年2月28日、1909年、明治42年2月28日から1987年、昭和62年12月16日は、日本の写真家。本名は、田村虎ら北海道札幌市で農家の田村智太郎、清野夫妻の四男次女の次男として生まれる。 父方の祖父は旧薩摩藩士で開拓市長官の黒田清隆に従って都道。母、清野は新潟県出身。幼少の頃は親類の家を渡り歩いて暮らし、倉田百三や有島武雄などの文学を好んだという。旧正中学三年の頃に写真に興味を持つようになり、札幌の見春写真館で下働きに励んだ。1928年。 昭和3年、同写真館の見春、旧平の紹介で、田村は上京し、翌年に開校された、オリエンタル写真学校を卒業した。卒業後は、オリエンタルの菊池東洋の紹介により安倍スタジオに入り、オリエンタル内の研究所へ通って、写真に使う薬剤や写真技術について、学識を深めた。この頃から渡辺義夫と親睦を深めたという。また、 当時の友人に、詩人の滝口修造がおり、写真で生計を立てようと考えた滝口は、田村から写真技術の手ほどきを受けたという。田村は、安倍スタジオに1932年、昭和7年の廃業まで在籍した。1933年、昭和8年に、光栄医者に入り、翌年にはフリーとなっていた渡辺を同社へと招いた。1935年、 昭和10年に渡辺と共に銀座に東京スタジオを開設、広告写真を手掛ける。これと前後してバウハウスの理念を踏襲した新建築工芸学院、川北蓮七郎主催の出版する雑誌、住宅の記者を務め、建築写真にも取り組んでいる。田村は同学院に在籍していたデザイナー、美術教育者の桑沢洋子の勧めにより、同学院で1年間学んだ。 この頃は、橋本哲夫、光僕博岡田荘さん、土門健、藤本四十八、亀倉優作、高橋金吉、木村伊兵などと交友した。雑誌、住宅の写真撮影を行う上で桑沢と親密になり、二人は結婚へと至った。ただし後に、互いの仕事の成功を期として離婚する。1936年。 昭和11年の秋頃から雑誌、婦人画報を中心に活動する。同誌上では、ルポルタージュも行い、また、マーティンムンカッチの影響を感じさせるダイナミックなファッション写真を多数発表し、この分野における日本の第一人者となった。また、雑誌、広告会などで、桑沢や橋本らと共に、インテリア写真や修行中の人の手の撮影を手掛け、表紙写真も担当した。 ルポルタージュに魅力を感じた田村は、1938年、昭和13年に、ドモン、藤本らと青年報道写真研究会を結成した。1940年、昭和15年には、橋本らが設立した日本写真工芸者で、写真部長となり、海外向けオーブングラフし、VAN などにおいて、報道写真を手がけている。この頃には、 高倉テルや柳瀬正門とも、信仰を深めたという。1942年、昭和17年2月から翌年4月頃にかけて、陸軍宣伝範員として徴用され、ビルマに出生した。終戦後の1946年、昭和21年、渡辺務の誘いを受け社会評論グラフ雑誌、世界画報へ、写真部長として参加し、デモや集会の様子を盛んに報じた。 1949年昭和24年6月に世界画報は廃刊され、同年から文芸春秋で現代日本の百人を1951年昭和26年8月号まで連載する。戦後は社会的な報道写真家としての立場をより明確にするようになり、1951年に三越葬儀に取材した代表作、訴えるを発表する。 その後も、米軍基地反対闘争や減水爆禁止運動、ベトナム戦争、郊外問題などのテーマに、精力的に取り組んだ。1958年、昭和33年に、中東諸国の民衆の生活を移した、アラブの真実で、平和文化賞を受賞する。1963年、昭和38年、日本リアリズム写真集団を結成。 プロだけにとどまらない写真による真実の報道。これによる日本への寄与を唱える写真運動を起こした。1966年昭和41年にみんなが英雄写真で見る北ベトナム報告で日本ジーナリスト会議賞。翌1967年昭和42年には北ベトナムの証言から皆殺し作戦の実態で日本写真批評家協会賞。 特別賞を受賞する。1970年代以降は、日本の風土と文化遺産の取材と記録に尽力した。1982年、昭和57年、日本邪神教会功労賞を受賞した。著書に、田村茂の写真人生がある。没後3年目の1990年、平成2年5月、旧道の写真家、田村茂。 田村茂る追送集観光委員会編長、紅葉出版社が刊行された。晩年の太宰治が仕事場で物げな表情で面杖えをついている有名なポートレートは田村によって撮影された写真は太宰治の高山書。田村は戦後の一時期東京都三鷹市に住んでおり、おなじみ高市民であった太宰とは一緒によく飲みに行く間柄であったという。 当時、田村は、文芸春秋の連載、現代日本の百人を準備しており、人気作家だった、太宰も、百人に加える、よう出版社に相談したが、真珠未遂に、薬物中毒といった過去を理由に断られた。撮影時期は1948年、昭和23年の2月頃とみられ、八幡書店から出版された、太宰の生前唯一の全集用として、 三鷹で27枚の連作写真が撮影された、使用機材は35ミリのライカ。撮影コースは、玉川上水3枚から始まり、古戦橋、5枚、両者の行きつけであったのみや、ちぐさ5枚、再び玉川上水3枚、三鷹駅近くの踏切前3枚、古書店3枚と続き、最後は愛人、山崎富江の下宿先で、 最晩年の太宰の仕事場であった部屋、5枚となっている。仕事場での1枚は、太宰の遺族も気に入り、後に、太宰の長女に、太宰のイメージを作っていただきまして、ありがとうございますと感謝されたという。太宰の生誕100年にあたる2009年、平成21年に、未公開作品を含むそれらの写真が、太宰のゆかりの深谷青森、県立美術館、三鷹、 私立芸術文化センター、山梨、県立文学館で公開された。文学研究者の安藤博史、東京大学教授は、ダザイのブライ派としてのイメージを印象づけたのは、三日で、田村が撮影した27枚の写真であると指摘し、ダザイは死を意識して、ブライ派作家としての自分を後世に残すことを考えて、様々に演技していた。田村と、ダザイは飲み仲間で、 意気投合した田村との見事な共同作品が出来上がったと評価している。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。